はい、どうもトラキチです。今回はですね、ちょっとね悩んでたんですけども、1回だけですけども S ランク自陣ミキサーやろうかなと思います。はい、まあこんだけ S ランクの他球団の選手、まあ阪神純正だけでやってるんですけども、まあここ以外にもね S ランクの他球団の選手、あの選手寮の方にも何名かいますんで、まだもちょっとできるんですけども、まあ今回ちょっと1回だけやろうかなと思います。というのもちょっとねなかなか結構悩んでたんですけども、今回追加されたのが糸原選手、セカンドですね、糸原選手だったんですけども、まあ今のところ出てる選手でね、福留選手、青柳選手、大山選手、藤川選手、西選手、この5名はまあ持ってるんですけども、ここのエドワーズ選手以外は全部あの2019シリーズ2の、極みで S ランク持ってまして、まあそうですね、ちょっとねファーストのボーア選手とか、あとまあガルシア選手、ピッチャーで言えばねガルシア選手とか、あと高橋遥人選手とか、あの辺りの選手が来るのをねずっと待ってたんですけども、全然来てくれないんでね、もうここらでちょっと今しびれ切らして1回ぐらいやりたいなと思いまして、1回今回ちょっとやろうと思います。はい、まあ一応今言いましたようにね、あのエドワーズ選手以外は全部し19シリーズ2持ってますんで、まあ、200スピリッツ上がるだけなんですけども、まあちょっと強化されてる選手もいますんでね、まあ取ろうかなと、取りに行きたいなと思います。まあもちろん福留選手や青木選手、大山選手、藤川選手、西選手が来たらねちょっと困るんですけども、それ以外の選手やったらまあそうですね、エドワーズ選手以外は全部スピリッツ200上がりますんで強化にはなるかなと思って、今回まあ1回だけですけどもちょっとやってみようかなと思います。はい、まあ、その前にですね、現在2020年6月4日の15時20分なんですけども、プロスピパークの方ね、あと4日と23時間ということで、まあ丸1日経ったとこなんですけども、現在の進行状況ですね、はい、累計パークポイントが267,022ということで、まあこのペースでいけばね5日目には十分終われるかなと、最後の累計のこの A ランク自チーム契約書、助っ人外国人ね、これ取れるかなと、5日目ぐらいには十分取れると思いますんで、まあいいペースかなと思います。一応エナジーは今のところ5エナジーぐらい、5エナジーしか使ってませんので、まあいいペースでいってるかなと思います。今回のバントとスマッシュとピッチングですね、この3つ、まあ今のところ1回も失敗しませんので、いい感じでいってます。はい、まあ一応このランダムボックスでね、この A ランク自チーム契約書、助っ人外国人、これをね1枚でも多く取りたいんで、ちょっとまあ早めに終わってオーバーランしてね、これランダムボックス何回か引ければ1枚ぐらい当たればいいなと思ってやっていこうかなと今回思ってますんでね、あのサンズ選手を、強化さ、オーダーに入れてね強化したいんでね、まあそういう感じでちょっと頑張ってます。はい、まあエナジーもまだ5エナジーしか使ってませんので、まあ、エナジー増やしながら累計取れていける感じで、やっていけそうなんでね、うん、このままこのペースでいこうかなと思ってます。はい、そうですね、こういう感じです。それでは、まあ、S ランク自陣ミキサー1回だけなんですけどもやりたいなと思います。もう1回だけ確認させてください。一応ちょっとですね、これですね、はい、島本選手、梅野選手、近本選手、木浪選手、糸井選手、岩崎選手、マルテ選手、糸原選手が来たらスピリッツ200上がります。はい、お願いします。それでいきたいなと思います。それを狙います。それではいきます。まあ誰でもいいんですけどね、下からいきます。この5名ですね、先ほど言いました選手たちが来てくれれば嬉しいです。かぶるのだけは避けてほしい。お願いします。いきます、来い。さあかぶんな、かぶるんだけは嫌。お願いします。さあ誰来る。久々の S ランク自陣ミキサー、一体誰でしょう。さあ誰。おし、はい、糸井選手ですね。これ糸井選手が来たってことはもうエキサイティングは、おそらくエキサイティングプレイヤー糸井選手と福留選手やったような気するんですけど、阪神
いやまあ糸井選手ちょっとね能力は下がってるんですけども、全然十分阪神の中では強い選手なんで、ちょっと能力見ますね。はい、糸井選手来ましたね。いや嬉しいですね。でもはい、ライト守備 D、弾道ラインドライブ、ミート80、パワー70、走力75ということでね、まあ2019シリーズ2よりはね結構下がってるんですけども、まあミートも80乗ってますしね、まあパワーも走力も B ありますんで十分活躍してくれると思います。はい、まあ、守備の方もねあんまり良くはないんですけども、これ確かでもエキサイティングプレイヤーのあの動画で糸井選手と福留選手やったような、ちょっとね僕うろ覚えなんですけども、うん、やったような気はしますんで、まあでもそれでも全然いいです。はい、糸井選手がちょっと育てて継承したいなと思います。はい、今回こんな感じですね。まあ久しぶりに S ランク自陣ミキサー、1回だけやりましたけども、まあ見事にかぶらずにね、糸井選手来てくれましたんで良かったかなと思います。ポールスピパークの方もあと5日間、頑張って、ちょっとランダムボックスから S ランク自チーム契約書引けるようにね、頑張っていきたいなと思ってます。今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上トラキチでした。